俊彦のロックバン。宮野守の美学名言。筋肉と愛は育てるもの。by 宮野守。出た。出たって。なんだそれは。出た。いや、あ、まあ説明ご説明したします。はい。あのですね、今夜はですね、なんとスペシャルゲスト、はい、マモ。はい。宮野守が来ております。こんばんは、宮野守です。よろしくお願いいたします。素晴らしいですね。また来ちゃいました。いやいや、はい、ずっと呼んでんだけどなかなか忙しくて。いや、そんなことない、そんなことない。来てくんないなと思って。そんなことないです。もう、ね、馳せ参じますよ。いや、もう本当に今週はですね、ですから、はい、男の美学名言ではなく宮野守の美学名言ということで、はい、言ってもらった言葉は愛とは筋肉と愛は育てるもの。素晴らしい。これ実はでも2年前に高見沢さんに、うん。うん、僕は教えてもらった名言なんです。あ、そうなの。だからバイ高見沢俊彦なんです、実は。え、どっかで聞いたことあるの。あ、そうなんだ。僕はもうその時から肝に銘じるわけですよ、うん、もうこれすげえ名言だなと。だよな、もう座右の銘だから僕の。嬉しいじゃん。俺初めて座右の銘取られたの。嬉しいですよ。筋トレしながらもういつも僕は高見を思い浮かべながら、やってる、思いも上げてます、はい、いいね、いいね。高見沢さん負けないように。いやいや、もう僕はもうね、その重さのね、あの、あれはもう卒業。あ、もうなんかもう持久力とかもうスタイルにいったんですか。中のマッスルに鍛える。インナーマッソ。インナーマッソ。インナーマッソだ。姿勢とかあるじゃん。やばい。もう次の段階じゃないですか。次の段階行っちゃってる。もうね、これは師匠。永遠だな。筋肉師匠。はい、筋肉師匠ってなんか。いや、俺よりすごい人はいっぱいいるんですけどね。マモンはですね、はい、登場する2年ぶりで。そうなんですね。もうその前なんだ。あっという間ですね。なんか最近ちょっとチラチラ会ってたからね。そうですね。なんかね、ありがたいことに、うん、ということなんで、はい、今日はたっぷりとマモとトークをしたいと思いますので、まずはこの曲を聴いてみましょう。はい、高見ウィズ宮野守でレジェンドオブギャラクシー銀河の覇者。難しいね、この曲ね。難しいね。でもかっこいいですね。まあ、いいよな、これね。こうステージで上がるね。今度またやろうな。あ、ぜひともな。よろしくお願いいたします。ということで、高見ウィズ宮野守でレジェンド・オブ・ギャラクシー銀河の覇者でした。ありがとうございました。ロックエンターテインメント、高見沢俊彦のロック版。高見沢俊彦のロック版。TBS ラジオの制作でお送りしています高見沢俊彦のロック版。今夜はマモこと宮野守くんと一緒にですね、お送りしておりますけど、よろしくお願いいたします。改めてね、もう宮野守というともう知らない奴はいないっていう。いやいや、そんなことないです。きっかけはウルトラマンで。そう、僕らの関係は。そうですね。さっき今かけたウルトラマン列伝のね、はい、まあ、その楽曲を担当して、僕が担当してましたんで、はい、それをきっかけにね、はい、まあ、イベントなんかであって。そうですね。まあ、初めて見たとき、お、こいつ歌うめえなと思って。お、恐れ多い。歌うまいの次に背でかいなと思って。背高いみたいなね。そんな感じがね。そうですね。で、うん、その、ウルトラマンのロックの、あの、イベントあったじゃないですか。うん、そうだね。その時に僕かけていただいた言葉で、うん、君声高いねっていうのがすごい、やっぱもうやっぱ印象的で。そうそうそう。それからコラボが実現した。そうだね。高い声の一つはね、どうもね、耳に残る。これなら俺とハモれるだろうね。でもいや、実現して。そうだよね。でもギャラクシー。ありましたけどね。はい、それでも、もう宮野守というと、もういろんなね、声優としてもね。頑張っております。アーティストとしてもコンサートツアーとか、はい、もう武道館とかもいろいろやっておりますけどね。はい、最近ではこのアジンとかね、はい、アニメではね。はい。もう映画館で見ましたけどね。高見沢さんが見てくださって、しかも映画館で見てくださって。そうなんだよ。だって知らなかったから、見て、あれマモが出てんじゃんと思って。長い契約だもんね。そうです。主人公をやらせていただいております。すごいですね。はい、で、去年の暮れには、レコ隊で。一緒にご一緒させていただきました。やってもらいましてね。いや、もう本当におめでとうございます。いやいやいや、もう本当、これはね、鶴野くんもいましたけども。はい。3人でこう、ウルトラヒーローですからね。なかなかね、あれはすごい短い時間だったけど、かなりインパクトがあったみたいだね、あれはね。いや、評判やっぱすごくて、反響がすごかったです。あ、本当に？あの、出た後にやっぱり、皆さん見てくださっていて、いろんな方が。嬉しいね、これはね。面白かったって、楽しかったって言ってくれました。はい、ということで、では、マモを迎えてですね、はい、このコーナー行ってみましょうか。なんだなんだ？行きますよ。マモへの、早引き、クエスチョン！
はい、早弾きギターのようにですね、どんどん質問が来ますんで、それをマモーに答えてもらいますが、いいですか、準備いいですか、はい、いいですか、いきますよ。ではマモーへの早弾きクエスチョンスタート。ロック版には久しぶりの登場の宮野守さん。あ、どうも。はい。今日の朝は何を食べましたか？パン。パン。ミュージシャンとしても大活躍の宮野守さん。あ、どうも。宮野。目の前にいる先輩高見沢に、ミュージシャンとして相談したいことってありますか？ああ、これは作曲の仕方？ああ、作曲か。作曲かな。高見沢とは、ウルトラファミリーの宮野守さん。どうも、宮野守。高見沢と旅行に行くとしたら、どこに行きたいですか？これフランスでしょ。フランスね。フランス。フランス任して。ねえ。うん。いや、昔観光大使だったから。すごくシンプルな質問です。はい。今、ハマっているものってありますか？あ、今、車？おー、車。うん。おー、なるほど。声優として様々な難しい役も演じてきた宮野守さん。そんな宮野さんが役を作るのにとても苦労したキャラクターを教えてください。ああ、これはですね、死なない新人類になってしまった永井圭という役は。あ、今やってるんですね。苦労しましたね。これはなかなかすげえよ。はい。高見沢は朝からステーキを食べるほどの無類の肉好きですが、宮野さんの好きな肉料理は何ですか？僕もステーキです。やった。はい。大好きです、ステーキ。ステーキ屋さんすぐ探しちゃう。いいよね。お、好きだもんな、ステーキ。はい。本当大好きです。いいね。じゃあステーキ食い行こう、今度な。やったやったぜ。耳元で甘い言葉をささやき、男性芸能人をメス化させていると話題の宮野守さん。語弊がありますね。高見沢をメス化させるとしたら、どんな言葉をささやきますか？ささやいて、ささやいて。いい匂いだね。ちょっと待って。ただの変態。すごいね、これ。ただの変態。ちょっとメス化しつつある今。こいつ。というゆるキャラを生み出した宮野守さん。すいません、もしもこいつをアニメ化するとしたら誰に声を担当してほしいですか？いやもうこれ特別にだからもうそれを作ってジ・アルフィーにサングラスのこいつとか、はい、アルフィーこいつ作って、はい、昨年末レコード大賞で高見沢と共演した宮野守さん、共演してみた率直な感想を教えてください。もう僕はもう感謝の気持ちしかないです。もう本当に。いやいや、そんな素晴らしい舞台に立たせていただいて。よくね、本当忙しいところ来てくれて、いやいや、もうお互いに褒め合ってますけどね。でも裏でね、とても印象的な一言を高見沢さんが言ってくださって、後でそれを。はい。今年の1月に自身最長のツアーを終えた宮野守さん。はい。今回のツアーで起こった印象的な出来事などあれば教えてください。怒ったというか、今回のツアーでチャレンジしたのは、うん、アカペラです。すげえ。アカペラはもう、シンガーとしてはね、やっぱり基本ですからね、これね。ということで、今のクエスチョンをですね、宮野守くんのクエスチョンを検証していきますが、結構いろいろある。ロック版には久々の登場。今日は朝何食ったか、はい、パン普通な答えができます。そうです。どんなパン？そうですね。ドトールのパンです。ドトールのパン。意外とパン派なの？ドトール派なんです。ドトール派なんですって名前だけど。ドトール派のパン。そうなんですよ。ドトールのパンは行っちゃうぜ、みたいな。やっぱりご飯よりもパンの方が行くって感じ。普段はご飯派なんですけど、ドトールのアイスコーヒーが大好きすぎて、ね、そのままその、そのパンも食ってしまう。大好きなんです、ね。そういうのあるかもしれない。はい。なるほどね。ちなみにね、最近ね、新しいさ、炊飯器買ったんだよ、俺。おう。それがさ、玄米が美味しく炊けるってやつで、ああ結構今いろんなのあってさ、玄米用とかっていうわけじゃなくて、白米用なんだけど玄米も炊けて結構高いんだよな。土鍋付きのやつで、すごくないですか？すごいんだよ。田中さん、そうそうそう、お米炊いてるんですね。もちろんですよ。何をおっしゃいますかね。すごい。これ結構ね、朝っていうか食べたい、玄米美味しいですね。で、ミュージシャンとしても大活躍の宮野守さんということで、目の前に先輩、俺に聞きたいこと、作曲。でも作詞はしてるんだよね。そうなんですよ。で、作曲、まあ僕はそんなにこう楽器を昔からやってたっていうわけじゃないので、うん、今後もアーティスト活動していく上で、
その作曲、自分の作曲曲っていうのも、なるほど、ね、あったら面白いかなって思うんですけど。でも歌が歌えるってことは絶対ね、それ歌が楽器だから。お、そこで。名言。うん。これまた次の時に使いますね。声は楽器だから。声が楽器だから。自分のものだからさ。はい。例えばこう、思いついた、まあキーってわかるじゃない ?G とか A マイナー、はい。そこでこう、ジャーンって出た時に、思いついたメロディーをいっぱい取っとくんだよ。うんうんうん。取っといて、はい、そしてこう、例えば A メロ、B メロとかサビコーって感じで聞いて、うん、それを、あとアレンジャーとかに任せれば、それが一曲になったりする場合もあるよ。なるほど。あるよ。曲の構成でもちゃんとしっかり考えないとダメですね。その、そうだね。あの、自分の鼻歌としても。そうだね。うん、そう、あとは、まあ、パソコン使うとしたら、ガレージバンドみたいな。でもあれってさ、ある程度決まってるからね。うん。うん、その、SE を作ったりするのはいいんだけどさ。うんうんうん、なんか人の心を動かすようなメロディーっていうのはやっぱり声だよな。おぉ、やばい、肉声だよ。やべえ、かっけえ。肉声だよ。肉声だよ、やっぱり。うん。でもなんか一緒に作ろうよな、マジな。今後な。はい。の前は、盛り上がるんだけどさ。はい。なんか作ろうよ、ママと一緒にな。じゃあ次また曲を一緒に。な、作ろうよね。それがなんか、すごく生きてる証になるじゃん。こういうのってさ。そうそう。うお、今日めっちゃ出るじゃないですか、みたいな。なんで大したこと言ってないよ、別に。どんどん響いてるんですけど、俺なんか泣いちゃうかもしれない。生きてる証残したいです。そうだよね。はい。行こうよ、それね、はい。せっかく出会ったんだもん、だって。はい。だって出会いって不思議だと思うな。そうですね。この時代に合わなかったら巡り合えない。はい。17世紀になったら合わないんだから。そうですね。生まれてたらな。会えないんだからな。ということで、違いますけどね、17世紀。高森さん。ハイドみたいな。今日ちょっとね、ラジオには不気味な。派手な格好して、スタジオに入った瞬間、みんなに惹かれたんですよ、ね。今ちょっと撮影もあって、あと次の仕事がね、ちょっとね、そんな夜中に仕事があるのかってありますけど、キラキラドレスコードがキラキラした青いスーツで。いやー、素晴らしい。で、黒のフリ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 のシャツ。しょうがないね、これ。胸元ざっくり。マモーと、ウルトラファミリーの宮野守ると、はい、旅行はどこかフランス。フランス、高見さんはやっぱフランス。うん。うん、まあ、ヨーロッパは得意ですよ。ね。お名刺いただいたんで。そうです。あれはもう終了しましたけど、ね。終了しました。イタリアなんかも、ね。でもちょっとヨーロッパにじゃあ一緒に。行きたいね、なんかね。そうですね。うん。ロックバンで予算があったらここで行くんだけどな。ロックバンで行かしてもらえるんですか。あ、OK してるディレクターが。え、ロックバンで行かしてもらえるんですか。すごいな。え、ロックバンで。そうそう。向こうヨーロッパでラジオ撮るんですか。どこでも一緒だろうみたいな。斬新すぎる。隅田川行って、ここはさ、セーヌ川で。フランス行ったことある？ないんです。ないか。はい。そうか。まあ、それだったらぜひ、なんかヨーロッパ行きたいね。はい。ぜひ機会を持って行きたいなと思います。やった。そして今ハマっているのが車。はい。これはですね、これからハマりたいと思っているんです。うん。僕、うん。免許取ったんです。なかったんですけど。なかったの？なかったんですけど、うん。取ったんです。やった！おめでとう！ありがとうございます！ありがとうございます！どんな車が好きなの？これ、もう本当にこれからなんですよ。撮ったばっかで、うん、どんな車が好きか、うん、いっぱい調べて、覚えていこうかなっていうふうに思ってるところなんですけど。なんかマモ、フェラーリとか似合いそうだよね、なんかな。出た。ちょっと待ってください。フェラーリに初心者マークですか？そこもあって、いや、いろんな方々にやっぱりその、うん、なんかスポーツカーだったりとか、うんうんうん、会社で、やっぱいろいろね、うん、進めてもらうんですけど。なるほど。いきなりそれ言って初心者マークはちょっとなぁと思うんですけど、ね。でもかっこ、でもポルシェも似合うそうだね、ポルシェ。11とかさ。じゃあポルシェ買いますか。似合いそうだ。あ、イニシャル D っていう作品をやらせていただいて、それきっかけで撮りまして。なるほど。はい。そうだね、あれ車だもんね、はい、ね。だから86がいいかなーなんて思ったんですけど、うん、僕オートマ限定なんで乗れないんですよね。オートマで十分。俺もね、クラッチ付きのやつはもうダメだ。もう疲れちゃってダメ。声優として様々な難しい役を演じて宮野守くんですけども、はい、一番役作りで苦労したのがアジンの長井圭役らしいんです。そうですね。一番というか、今まさにこうやってる最中だったりとかするので。いや、さっきもね、始まるの話なんだけど、マモのすごいところは、うん、そのキャラクターに魂を注入しちゃうことで、うん、うわ、嬉しい。コミックで読んでたからさ、はいはいはい、その感じがもう、もろそうだから、また違うのがいるじゃん、たまに。あ、これちょっと違うなっていうのがあるんだけど。それ僕は何も言えないですけど。まあ、俺は一応アニメファンとしては、やっぱり、こう、いいなぁという。嬉しいです。長い経緯に慣れてますか？なってるよ。嬉
設定が斬新なんですよね。そうだよね。このアジンっていう作品、死なない新人類が発見されるっていう。そうだよね。なので、その経験ってもちろんのことしたことないじゃないですか。ないもんね。だからどういう風に作っていこうか。コンビニ前でな、引かれて、あれみたいな、引き返っちゃうってこと。そうなんです。で、本人は、アジンって気がつくってないわけでしょ？死なないとわからない。わからなかったんで、蘇っちゃったんだよ。生きてしまう。で、みんなに後ろ指を刺されて逃げ出すわけだよね。そう、政府から追われる立場とか。結構苦悩だよね。苦悩ですね。今まで、普通に過ごしてたのに、アジンと分かった瞬間にそう指名手配になっちゃう。っていう世界観なんで。それ怖いよな。はい。一気に周りが敵になっていくわけじゃないですか。うん。自分は人間だと信じていて、アジンだと分かった瞬間に、それを、こう、理解していかなきゃいけないっていう心境ってどんな心境なんだろうとか。あ、そこまでこう入り込むんだ、やっぱり。入り込みますね。そうしなきゃああいうのはできないな。そうですね。うん。入り込みすぎて、なんか辛いことの方が多いですけどね。うん。なんかもう、同じ気持ちになってしまったりとかするので、なんで僕が、こんな虐げられなきゃいけないんだとか、はい、いろんな役に なりきって。やっぱ声優としては優れもんだな。やっぱりすごいな。ありがとうございます。そして、耳元で甘い言葉を囁き、男性芸能人をメス化させてるんだ。今。じゃ、そんなことないんですけど、たまたま、ほら、テレビ出演が、多かったので、最近、うん、そこで、うん、声をっていう時に、うん、みんなでもどうしようと思った時に、こう、うん気づいたら耳元で囁いてて、うん。うおーってなった感じ。じゃあリアクションしてくださって。すごい、うん、ありがたかった、ね。ちょっともう一回いい匂いだねって言ってよ。いい匂いだね。これ今ね、ラジオの向こう側で聞いてるね、リスナーたまってな、もうたまんないもん。本当ですか、ね、でも僕はいい匂いだねって高見沢さんに近づいたら、うん、高見沢さんの匂いにやられて僕はメス化しますから。何を言ってるんだ何を言ってるんだですね、昨年はですね、レコ大で、企画賞でね、アルバムが、はい、自分がこう関わって、プロデュースしたアルバムが選ばれたんで、その時にね、一緒にレコ大のステージで。いや、まさか、あの場に入れるとは。ね。で、うん、そのステージに行く前に高見沢さんが、おっしゃってたのが、うんうん、緊張するねって言ってた。あ、高見沢さん緊張してると思って。するよ。それはするさ。いや、高見沢さん。いや、何度もさ、そういうステージはあるけど、ああいう賞もらったことないんだよ、俺。っていうのもびっくりしちゃった。そうそうそう。初めてっておっしゃってて。初めて。賞っていうのはね、無縁なもんかなと思ってたんで、鶴野くんと3人でね、はい、パフォーマンスしましたけども。はい、楽しかったですね。やっぱり、楽しいね。ああいうのっていうのはね。はい、そして今年の1月に、自身最長のツアー、どのぐらい続いたのツアー。僕、いつもそんなめちゃめちゃ長いわけじゃないんですけど、うんうん、9公演かな、うん、9公演やらせていただいて、うんうん、場所も一番多く行ってきました。なるほどね、はい。印象的な出来事がアカペラという。今回、ジェネレーティングっていうタイトルでやって、うんうん、創生っていう意味なんですけど、うんうん、今までのいろんな定番ごとをちょっとやめてみて。ああ、そう。そうなんです。じゃあコントもやらず。コントは、一人でやってみるみたいなことにチャレンジしたんです。うおー、人使わないで。すごいね。みたいな。サイレントムービーを作りました、その時は。だから。すげえ。チャップリンのようにやってみたくって、うん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 、ゲストの声優さんとかを呼ばずに今回は一人で。呼ばずに一人でやって。やって。すごい。で、アカペラもその中で。アカペラ。挑戦の一つ。そうなんです。いつも、うん、こう、ド派手にバーンとダンスで始めるたりとかするんですけど、うんうん、そうだよね。うん。今回は、オープニングを。え、オープニングでもしもし、オープニングアカペラだったの？はい。勇気あるね。無音で歩いてきて。緊張しました。これは痺れた。でもこれ基本だからね、アカペラって、ね。そうなんですよ。なんか原点に立ち返ってみたかったし、うんうん、原点と言っても今だからこそできる攻めた演出かなって思うんですよね。そうか。そう、やっぱりいろんな経験がないとチャレンジできないような大変なことじゃないですか。そうだよね。なので今までやったことのない新しい演出ではあるけど、うん、実は歌い手としての原点だったりとかですね。なるほどね。なんかまあ、一個登れたかなとは階段を。あ、それはね、絶対に次のステージは行ってるよ。ありがとうございます。アップしてるよ、これは。ありがとうございます。すごいな、マノ。やったね。やった。うん。これは素晴らしいことですよ、それは。ありがとうございます。ここでマモの曲を聴いてもらいたいと思いますが、アジンのエンディングテーマに今なっております。これね、好きだね、これは俺も。ありがとうございます。はい。はい、聴いていただきたいと思います。はい。ミラモノで、How Close You Are。6番、そろそろお別れの時間ですけどね。はい。宮野守ことマモと一緒にやってきましたけど、楽しいね。楽しかった。なんか、いろんな話できましたね、今日。そうだ、結構濃いね。濃い。
結構最後はもう結構ちゃんとした話したもんな。よかったな。ねえ、まあ、まだまだ足りないんで来週も来てもらっていいかな。ぜひともぜひとも、ぜひ、マモとやってみたい企画があるんですけどね。なんだろうな、これはですね、やってみたいって、これ周りがやってほしいっていう企画なんですけど、絶対そうだよ、来週は高見とマモで前回大好評だったスペシャル企画第2回アドリブ声優対決を行った。そんなもん叶うわけないだろ。何を考えてんだろうなこれ。対決のアニメやドラマでよくあるシーンを真似て高見とマモでアドリブ対決をしますが、はい、やるこういうのやるたびに俺は向かない向かないっていう方に行きますけどね。とにかく来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。1週間いろんなことがあると思いますが、来週のためにも皆さん頑張って過ごしてください。お相手は高見沢俊彦と宮野真守でした。